ハルヤ、今夜はハンバーグ作ったよ。今日はいらない。そっか、接待かな。だったら帰ってきてから食べるなら半分残して、半分は明日の弁当のおかずにしようかなって。いや、冷えたハンバーグいらないよ。それにもし今夜ハンバーグ食べるなら明日の弁当はやめてくれよ。なんで前の日の夜とその次の日の昼飯が同じおかずなんだよ。サラリーマン舐めすぎじゃない？ごめんなさい。謝るくらいならするなよ。てか専業主婦は気楽でいいよな。何も考えずに生きられるもんな。いつも働いてくれてありがとう。楽なのは否定しないんだな。そんなに楽じゃないよ。どっちなんだよ。若菜、もしかしてあれか？専業主婦は年収1000万とか、そういう謎理論展開する女か？違う、そうじゃないよ。ただ春也が言うほど楽じゃないよって。はいはい、とりあえず今から接待だから電話とかしてくるなよ。はい。10分後。ゆか、結婚って難しいね。また春也さんと喧嘩したの？喧嘩というか、最近また当たり強くなった。話聞いてるだけでもかなりモラハラ気質だよね。うん。結婚前からそうだったの？そんなことないよ。同棲してた時なんか全くそんな感じなかったし、私は共働きでもいいかなって思ってたんだけど、家庭を守ってほしいって言われて、それで専業主婦になったの。でも最近ではそれを嫌がってて、ごくつぶしとか言われちゃってる。ちゃんと家事はしてるんだけどね。やばいじゃん。そうなった原因ってあるの？多分子供かな。子供？うん。私たち子供が欲しくて結構頑張ってるんだけど、なかなか授かることできなくて。それはきついね。一応私は検査したんだけど、特に産みにくい体じゃないって。ハルヤさんは？ハルヤは検査に行ってないかな。え、行かないの？割と多いらしいよ、男性側に原因があるって。ハルヤのプライド的にかなり厳しいかなって。なんかその時点できついね。それに子供を授かれないってことでうるさくしてくる人もいるんだよね。え、そうなの？翌日。若菜さん、聞いたわよ。あなたまた家事サボったんでしょ？ハルヤがしっかり稼いできているのにその役割を全うしないなんて、ほんと嫁失格ね。お母さん、おはようございます。家事はちゃんとこなしてます。ただハルヤはこだわりが強くて。言い訳しないの？それにハルヤの嫁なんだから、こだわりに対応してちょうだいよ。子供を産めない体なんだから家事くらいちゃんとしなさいよ。病院に行きましたが、私はそんな体ではありません。じゃあなんで子供できないのよ。こっちは早く孫の顔が見たいのに。お父さんは見ずに亡くなったのよ。ほんと最後まで病院で嘆いていたわ。それはすみません。謝るくらいなら別れて。はい。嫁としてふさわしくないんだから身を引いてちょうだいよ。お母さん、それはあんまりです。うるさい。だったら早く産みなさい。翌日。春夜、ちょっと相談がある。何？今忙しいんだけど。お母さんのことなんだけど。またかよ。いい加減にしてくれよ。仲良くやってくれよ。違うの、暴言がすごいの。春夜と別れなさいとか言ってくるの。そんなの冗談に決まってんだろ。母さんも孫の顔が早く見たいんだよ。だから躍起になってるだけだよ。頼むからこの話はもうやめてくれ。じゃあな。あ、今日は帰ってくるの？急遽出張が決まった。だから帰らない。そう。数日後。ねえ、ハルヤさんとはどう？最近ますますやばいかも。お母さんのことで揉めちゃってるし、本当に散々な毎日だよ。こんなことになるなら結婚しなきゃよかった。ハルヤさん、多分不倫してるよ。え？私昨日見たの。ハルヤさんが腕組んで女性と歩いてて、そのままホテルに入っていくところ。嘘だよね。写真とか撮ってないけど、あれは間違いなくハルヤさんだった。私の友達も横にいて、そう言ってたから間違いないよ。不倫というか、他の女の兆候ある？女というか、最近は仕事忙しいらしくて、それでよく出張に行ってる。ちなみに昨日は？会議が長引いたらしくて、家には帰ってこなかった。もう隠す気ないじゃん。どうしたらいいかな。一度公的な機関に調べてもらったら？何かの勘違いかもしれないし、まあその可能性は高くないけど。そうだよね。ちょっと調査依頼してみる。
うん。一週間後、調査結果返ってきた。早いね。どうだった？職場の若い女性と不倫してた。マジ？週に何回も会ってるみたい。調査してくれた人も格付きゼロだから、呆れてたよ。そうなのね。どうするの？結果来るまでは半々くらいで考えてたんだけど、これ見たらもう無理だなってなった。春夜のモラハラもそうだし、お母さんとお別れできるならいいかなってなっちゃった。うん。私もその方がいいかなって。でもメンタル大丈夫？今ね、不思議とすごく冷静なの。だから全然大丈夫。一時間後。春夜、今日は何時に帰ってくる？またその確認かよ。仕事中なんだよ、今。本当に仕事中？はぁ？接待なら仕事だと思うけど、さすがに不倫は仕事じゃないよね。新入社員の新田桜さん、今も彼女とホテルにいるんでしょ。悪いけど、全部知ってるから。不倫なんかしてない。何を知ってるか知らんが、全く見当違いだよ。言い逃れできそうにないね。はぁ？もうね、証拠全部揃ってるの。あんたたちが毎週金曜日にラブホテル行ってることも、来週には熱海旅行を控えてることも、全部把握してるから。私は離婚する覚悟だし、慰謝料も請求させてもらう。もちろん新田桜さんにもね。どうせ今いるなら、そのまま家に来れたりする？今すぐ帰ってこい。翌日。若菜さん？いえ、この悪魔。は？あんた離婚ってどういうことよ？ああ、もう聞いてるんですね。あんたのバカ息子が不倫したので、別れます。ずっと前から嫌いだったあんたとも、これでおさらばしたいと思ってたので、本当に感謝してます。一度くらいの不倫で何よ？そんなの許しなさい。ハリアはあんたのために、外でいっぱい働いてんのよ。たまの息抜きくらい許しなさい。不倫は息抜きじゃありませんよ。不貞行為。許されないことです。それに慰謝料ですって？散々金食い虫だったくせに、別れた時にも金金。人間じゃなくて悪魔よ。それ、立派な侮辱発言ですよ。あんたにも別途請求しましょうか。悪魔に悪魔って言って何が悪いのよ。いいですか？不倫した人に慰謝料請求は当然です。春夜には支払い義務があります。もし支払いを断るなら、会社にも連絡しますよ。やめなさい。わかったわ。払ってやるわよ。ただし、その代わりもう婚姻罪うちに関わらないで。わかったか？言われなくても。数日後。会社にバレた。お前マジで最悪だな。私じゃないよ。多分、新田桜じゃない？話し合いした時、号泣してたじゃん。あんたが既婚者って知らなかったって。だから会社で暴露したんじゃないの？だからなんだよ。そうなることぐらい女ならわかるだろ。男でもわかるよね。てかそんなリスク取れないなら、騙して不倫なんかするなよ。首や左遷になったらどうする？知らない。だってもう旦那じゃないもん。お前、マジで悪魔だな。親子揃ってバカだね。はぁ？なんでもない。とりあえず、慰謝料よろしくね。じゃないと裁判起こすから。わかったよ。一週間後。ゆか、ありがとう。全部終わりました。え、早くない？私もそう思った。離婚とかって時間かかるかなって思ったんだけど、すぐに終わった。まあ裁判じゃなくて時短だし、向こうは大事にしたくなかったからね。なるほど。ね、旦那どうなったの？左遷が決まったって。ざまあ。うん、ほんとそれ。しかも義母は実家から離れたくないから、強制的に遠距離になったって。その辺も笑えるね。うん。ほんと今冷静に考えると、よくあの環境で耐えてたわ、私。そうだよ。本当にあいつらの言いなりだった。子供できないからって、なんであいつらの命令に従わなきゃならないの？って感じ。ほんとそれ。てか多分旦那にあるよね、原因。うん、そうだと思う。でも若菜、仕事はどうするの？まだ職場復帰するの？まだ迷ってる。とりあえず慰謝料あるから、しばらくは心と体休める。そこから何するか考える。そうだね。きっと若菜なら何でも成功するよ。ありがとう、ゆか。ほんとゆかが声かけてくれなかったら、私は今でも奴隷のままだった。感謝しかない。5年後。若菜さん、お久しぶり。さっきスーパーで買い物してたわよね。久しぶりにあなたを見ました。
隣の男性は誰かしら、もしかして旦那かしら、そして手をつないでた子供はあなたたちの子かしら。子供を産めない原因は春夜にあったのね。あの事件以来春夜に笑顔がありません。あなたが見捨てた春夜は地方で上司にいじめられて退職して、今はどこで何をしてるかさっぱりわからない状況ですが、あの地方に行ったのもすべてあなたの責任です。それなのにあなたは笑っていました。こんなことが許されますか。今から制裁に行きます。私の大事なものが壊されたんです。だったらあなたの大事なものも壊されて当然よね。悪魔の子は悪魔、大きくなる前にその目を摘まないと。後日談。こんばんは、若菜です。この後、元義母の千代子さんは脅迫と銃刀法違反で逮捕されました。刃物を所持した元旦那の義母が家の前で立ってたのを見たときは本当に寒気がしました。すぐに旦那が警察を呼んで現行犯で逮捕してくれたので本当に助かりました。また春夜ですが、調べると1年前に亡くなったそうです。原因は左遷先でのパワハラだそうです。妻である私にモラハラしていた男が左遷先でパワハラを受けて自害。もちろん喜んではいけません。ただ因果応報、そう思うだけです。再婚した旦那とその間の子と3人で幸せに暮らしていきます。それでは。